さん、この素晴らしい聴覚家たち、大きな拍手でステージの方にお迎えください。お疲れ様でございました。ありがとうございます。さあ、先ほどからご紹介をしております通り、今日おさらいをいただいておりますこの3名は世界大会でグランプリ優秀賞を取っております。世界を代表する、日本を代表する氷の彫刻家でございます。それではお一人ずつ手掛けられました作品について少しご解説などもいただきたいと思いますが、ではまず最初に、まだ少し息が上がっているような感じもしますが、平田さん、お疲れ様でございました。すみません、お疲れ様でした。ありがとうございます。今日はですね、本当に最初は日が照っていて、それから急に寒くなって風が強くなってきたりして、非常に氷の彫刻を作るには難しいコンディションだったとも思いますけれども、今日いかがでしたか。そして作品についても少しご解説をいただければと思います。そうですね、まあ、風があっていいところもあるところもあるけど、でもやっぱり溶けますね、すごいね。で、まあ、作品もちょっと荒いんですけど、風がこう溶かしてくれていい感じに仕上がると思います。時間内では精一杯やっちゃうつもりになりますので、皆さんちょっと写真に収めてですね、綺麗に思い出にしてください。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。平田さんのお父様は名人と呼ばれるようなまるでこの氷の彫刻界を代表するような彫刻師の方でいらっしゃいます。そのお父様のもとでですね、この氷の彫刻を始められたという平田さんなんですけれども、これまで10度以上の世界大会の優勝も果たしていらっしゃるという素晴らしい方です。さあ、それでは続いて井上さん、お疲れ様でございました。ありがとうございます。井上さんをですね、こちらから向かいまして右手、獅子座の彫刻を仕上げてくださいました。少しお話をお願いいたします。この短時間でやっぱり結構きつかったんですけど、うん、まあ、躍動感のある、作品ができたと思います。はい、ありがとうございます。特に、井上さんはどんなところをですね、今日は、皆さんに見てもらいたいというか、こう心がけて、この作品作りをされたんですか。そうですね、獅子座の顔がやっぱ大きさがあるんでちょっと難しかったんですけど、まあ、自分なりに納得できるものがこの時間で覚えたと思います。はい、ありがとうございます。まさに躍動感とバランスというところですね。ところで井上さんは途中でお子さんのインタビューで、自分も掘りたいといった男の子に、あ、じゃあ将来待ってるからねっていうふうに声をかけてくださいましたけれども、そもそも井上さんはどうしてこの氷の彫刻家になろうと思われたんですか。まあ、前働いてたホテルで宴席で、やっぱこの氷を見たんですけど、この透明感と迫力、で、まあ、はかなかっていうのがすごい瞬間美として心に残って、やってみたいなと思ったら結構できたんですよね。なので、興味のある皆さんにどんどんやってほしいと思ってます。なるほど、ありがとうございます。ぜひ今日この光の彫刻、氷の彫刻を見てですね、小さなお子さんもチャレンジをしてみてください。ありがとうございました。儚さっていうのは言葉が出てまいりましたけれども、この氷の彫刻は普通のこの石の彫刻などとは違って、あっという間に時間が経つと溶けてなくなってしまうものです。でもそんな儚いところも大きな魅力の一つなのではないでしょうか。では最後に木野さん、はい、お疲れ様でございました。どうも皆様ありがとうございました。ありがとうございました。木戸さんはですね、あちらにございます大きな作品、光の回廊、氷の回廊を作ってくださいましたけれども、今日はいかがでしたか。そうですね、氷の本数的にはこれ16本という数で、145キロ ×16キロ、まあ、16ですね、その重量があります。なので氷ではかなりやりました。もう本当に素晴らしい鮮やかなこの手さばきで、チェーンソーですか、お使いになってらっしゃったチェーンソーです、はい。これをこう重いチェーンソーをこう抱えながらこう、形作っていく、やっぱりこれ大きなこうコツというか、こうアーティストならではの基礎技術が必要になってくるところですよね。斜めのラインが入ってますけれども、そうですね、もうあとはその自分の感覚を信じていくしかないのかなというところ、はい、なるほど、まさにそういうところが職人技とこういうことができるのではないでしょうか。これあとですね、木戸さんの作ってくださった氷の回路に皆さんが LED のキャンドルを置いてくださるということでございますので、その姿もしっかりと目に木戸さんも焼き付けていただければと思います。そうですね、あとは皆様が作品を仕上げてくださって、ありがとうございます。木戸真嗣さんでございました。ということで今日は本当に限られた時
間の中で、通常世界大会ですと40時間とかそういったこう時間の中で作品を作るそうなんですけども、今日はたったの2時間という、限られた時間の中でこれだけの作品を作ってくれました。どうぞ最後にもう一度氷彫刻家の皆さんに大きな拍手をお送りいただければと思います。平田光一さん、井上一さん、木田真理さん、ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、それではいよいよ行う後はライトアップセレモニーでございます。このライトアップに用います LED は従来の光源に比べまして発熱量が少なく、地球温暖化の防止に貢献するパナソニック社の照明器具を用いております。さあ、それでは